なんかこう久々にこういう記者会見のような席で、はい、隣に大竹さんがいらっしゃるんで、再婚した方がいいんですかね。あのいやあの2年前から同じマンションでした。違うな、どう言うて、しーちゃんと呼んでます。こっちはさんちゃんですって、そういうことじゃないんですよね。あの大竹さんがずっと下を向かれていらっしゃる感じに今なっていらっしゃいますが、はい、はい、5年越しに、漁港の肉子ちゃん完成いたしまして、自分の口から言うのはおかしいですが、多分100点、をいただいてもいいんじゃないかと思う作品になりましたんで、皆さんも見ていただきたいと思います。本当にあのいい映画です。あのなんで私なんだろうって最初は思ったんですけども、あの原作も読んですごく素敵だったし、そして出来上がった映画が本当に本当にあったかくて、あのあこんないい映画を作る人だったんだってびっくりしました。分からなかったあのぜひ、ね、こういう時期ですけども、とにかく映画館が開いて、あの安心な状況で映画を見ていただけることを強く強く希望しております。今日はよろしくお願いします。見たら見るだけ、あこうしたよかった、ああしたよかったって出てくるんですけども、それでも今もう120点作品に差し上げてるんで、はい、100点満点の120点も差し上げてますから、こうなると150点にしたくなるっていう、欲が出てしまうので、はい、非常に人の欲って嫌ですね。あの本当に絵が美しいのと、あとそのストーリーとかちょっとしたこう会話とかが本当に心があったかくなる作品なので、絶対これはあの家族で楽しめる作品だなっていうのは思いました。あとなんで笑うの？俺の前で家族っていうこと。あごめんごめん、家族いないもんね。前はあったんやけど。あそうだね。本当に家族がいない人もいる人も楽しめる映画だなって思いました。おかしい、ココちゃん。面白いです。あのこれは僕じゃないんです。他のスタッフが、ね、監督をはじめ、はい、大竹さんで、この肉は大竹さんで大竹さんでって打ち合わせの時に大竹さん大竹さん忍さん忍さんってガー聞こえたんで、はい、俺は嫌やなと思ってたんです。大竹になったら気遣いながらやらなあかんしとか思いつつ、そんなスタッフが大竹さんでということで、オファー行かせていただきました。ではそのオファーを受けられた大竹さんですが、はい、どう初めは感じられましたか？あのどうしてもさんまさんがあの大竹さんでって言ってらっしゃるんでって言われて、本当ですかって多分聞き返したんですよね。そしたらいやどうしてもっておっしゃるんでもあのお願いしますって言われたんで、それでじゃあ分かりましたって言って、でその多分その日だと思うんですけど確かめて、あのどうしてもって言ったったら言ってないって言われました。言ってなかったんですよ。もう言ってないで思い出はしましたけど、アフレコ最後の日に日華の誕生パーティーがあって家に来てって言われたんですよ。それで、あ、分かったって言って、洋画の方だったんで、高速大渋滞の中、ね、日華の誕生日なんで、って言って、高速に乗ったらね、電話かかってきて、ごめん、言うの忘れてた。引っ越ししたんだ、言って。俺、洋画から U ターンして、でその住所も分からず泊まって、また住所どこやって分かんないって、どうして行けっちゅうねん言うて、とんでもない目に遭わされたんですよ。あのそれがアフレコ最後の日で、あの家に伺わせていただいて、それまではもうすごい感謝してたんで、素晴らしい出来なんでね、その礼言うのも忘れて、とんでもない人ですよ。ガソリン代返してほしいぐらいですよ、あれ。若干そ作中の憎めない肉子ちゃんの何かとつながってらっしゃる感じも。全然そんなことないです。憎めます。憎めます。作品とこの人女優さんですよ。あんないい役簡単にやられますから。悪い役も簡単にやられるし。今回じゃあもう演じての
ご感想というのは大竹さんいかがでしょうか。あでもあの少しだけいつもあのちょっとテンションが高くっていうのをあの監督がおっしゃったのでそれは意識しましたね。だからでもすごいエネルギッシュな感じとかあとストレートな感じとかでもこうやっぱり会話がとってもあったかかったのでやってて楽しかったです。今日ですね実はこの場で初めて解禁となる情報をお伝えしたいというふうに思っておりまして、ここで発表させていただきたいと思います。どうぞ。本作がこの度アニメ界のカンヌとも呼ばれる1960年にカンヌ国際映画祭からアニメーション部門のみが独立し世界のアニメーション作品の最高峰とされる国際映画祭である第45回アヌシー国際アニメーション映画祭のピクサーやドリームワークスなどの世界を代表するアニメ作品が招待される権威のある枠オフィシャルセレクションから正式招待を受けまして漁港のニッコちゃんの特別上映が決定いたしました。でもこれは本当にあのこうアニメファンからすると世界最高峰の賞です。あ、そうなの。はい、そうです。これはあの吉本という大きな力が動いたと思うんですけどあれむしろそれでも無理だと思います。嘘、吉本って分かんの。本当にクオリティで判断されるあのすごい賞ですので。はい、そんなすごいの。本当にすごいです。皆様のご尽力のおかげで。はい、いやいや何かの力が動いたんだと思うんですよあのポンコツ記者会見の社長が何かお金出したんじゃないんでしょうかこれはスタジオ4度 C そして渡辺監督という世界的なクリエイターの方々が参加していらっしゃるからだと。この2人と花江さんのおかげだね、そういうことやな。皆様の力です。皆様の力。いやいやいや、これは本当に喜んでいいことだと思います。あ、そうですか。はい、でこちらなんですけれども映画祭があのまさに6月の14日というですね、あの映画の公開とぴったりあったタイミングで、はい、こうあの公開されるということになりまして、日本風切り直後にフランスでも上映されると。素敵、はい、あ、そうなの。そうなんです、ね、知らなかったの。知らないよこんなこと俺には隠しよんねんなんで隠すの。分からないね今作の主題歌イメージの歌を歌われた稲垣くるみさんです。どうぞ。これこそはどう信じれるものがこの世にあるだろうか。信じるものが。じゃあそれでは稲垣さん、はい、一言いただいても。あ、マイクはお持ちですね。つけてらっしゃいますよね。つけてるか。はい、漁港の肉子ちゃんイメージの歌を歌わせていただきました、稲垣くるみです。まだ夢のような気持ちですが、今こうしてこの完成報告会に登壇できてとても嬉しいです。よろしくお願いします。あのこう稲垣さんが吉田拓郎さんのイメージの歌を、はい、作中でこう歌われているんですけれども、この発案がさんまさんでいらっしゃったというふうにお伺いしてるんですが。はい、そうです、はい、まあ、イメージの歌を、このアニメで使わせていただこうと、拓郎さんのところに連絡させていただいて、で OK が出たんで、さあこれを女性のボーカルで歌わしたいって思ったんで、女性の歌詞に切り替えようと思って2日ぐらい悩んだんですけども、女性の歌詞に切り替えられず、女性ボーカルで生かしてもらいますって言うけど、普通に女性ボーカルではと思って、10歳の子供に、探して、歌ってもらうってことになったんですよ、はい、ほんで吉本も一生懸命、まあ、邪魔くさかったんでしょうけども、ギリギリだったんで、あの10歳の子供、私のところやってきたら、すいませんさんまさん、あの10歳の子供っていませんって、わけのわからん全国何百人を何百万人と10歳の子供いるやろアホ言うて叱って、それでほんだらもうすぐネットで一番、簡単なやつで、お初めオーディションしようと思ったんですよ10歳の子供で。そしたらポンポンとか言って、もう邪魔くさかったんでしょうね、 こんなんいますけど言うて、ほんでテレビ出てる声聞いて、あ、これいけるわこの子って言うて、彼女になったっていうのは事実です。なんかすごい安易な感じがしちゃう、ね、そうやね、
この愛がとんでもなくいい作品になって、ね、まあまあもちろんグリーンの秀と武部さんっていうのと、協力してやっていただいたんですけども、とんでもなく素直で器用で、あのびっくりしてます。私もこれやってパソコンの画面でこいつやって言ったのがあの彼女で、それが大当たりを引いてしまったという感じですね。で吉田拓郎さんがこの間のオールナイトニッポンのラジオでこの歌の一行目を聞いて、号泣したという、話をしていただいて、もうこれで満足かっていう感じで、ラジオ聞いたよね。はい、聞きました。どう思ったの、拓郎さんが愛しておっしゃっていただくっていうのは。もうすごいとっても嬉しくて、うん、で歌のレッスンとかもしてもらった回があったなって思って。あ、とんでもなく歌のレッスンもあのためにしてくれたのか。はい、そうです。それはレッスン料払えということですか。でお金払えということ。いや違います、そうじゃないです。違います、それは自前でいいですよね。あの自分の力ですから。お金はかからないです。お金はかからないところ行ったの。はい、ただでやってくれるとこ、はい、とこ探したねあんたあの本当に、あの現場で僕も行かせていただいて、あのボブディラン風にって言ったらはいって言ってボブディラン風に、ボブディランわからないのに、はい、はいって言ってボブディラン風に歌うのがすごい。だからボブディランっていう響きが世界のみんな子供たちまであの伝わってるということだと、改めてボブディランの凄さを、再確認、そういう教え方で、はい、あとはもう授業が終わって、嫌な授業が終わった後の歌い方とかで、はいって言って、あの早く仕事を済ませたいタイプだと思うんですけど全部二つ返事ではいはいって言って見事な完成になった、っていうのは事実です。はい、美しい絵と、あと本当にたくさんの人が関わって できた映画なので、本当に監督さんのワンカットワンカットが、うん、もう胸に迫るので、ぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。私はその原作も読んでから映画を見させていただいたんですけど。原作も読んだのか。はい、もうやっぱり肉子ちゃんが可愛くて、でもうずっと泣きっぱなしで、でサッサンっていう登場人物もいるんですけど、その方の言葉も一つ一つ胸に刺さりました。で、うん、もうすごいずっと感動してて、で私もキクリンと同じ5年生なので、キクリンの学校での話とかもとても好きで面白くて、でもう漁港の肉子ちゃんの漁港の肉子ちゃんという作品のその出てくる一人一人がいろんな思いとかを持って、長いとても感動しました。まあまあまあ、せっかくですから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 、行きましょう。すごい、大丈夫大丈夫大丈夫、せっかくですから、大丈夫、一人一人がね、ね、一人一人の思いがあって感動しました。ありがとうございました。そんなない、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそれでは、はい、もう最後に、あの、まあ、あのこの大人がずらっと揃ってるのに一番いいコメントを言う10歳素晴らしい。どんな環境ならそういう子に育つのか、我々子育てに失敗した方の人間ですから。なんでひどい、そんな本当に、くるみちゃん、くるみちゃんがいろいろ言っていただいたんですけど、今回もう何よりも驚いたのが、とにかくあのマスクを作ろうということで、あのマスクを作らせていただいたんですよ。だいたいドラマとかバラエティでジャンパー作ったら100枚、ぐらいでみんなに行き渡るんですけど、マスクを2枚セットでって言ったら、何人ぐらいスタッフ関わったんって言ったら500ですと。本当はもっと多いらしいんですけど、あの500にしてくれと、とにかくこっちの予算もあるんで、あの500枚、ということで、まあ、計500人1000枚作らせていただいたんですけど、あ、
ちょっと関わった人が500もいるのかと思うだけで、本当に感謝して、500人以上の方がこの作品を一生懸命作っていただいたことを改めて、なんか感謝したいなと本当に思います。でもそれだけの熱が入った魂がこもった作品になったのは、事実だと思うんで、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。どうも本当に今日はありがとうございました。悲しい涙流れ、お母さん、タタタンタタタンタタタンタン、涙をこらえて笑ってる人はキクリン、キクリン、キクリン、大好きな君がただ笑う。生きてるだけで丸儲けの明石家さんまが日本中に笑顔を届けます。うちは肉子ちゃんみたいになりたくない。でもな、漁港の肉子ちゃん、キクリン追ってくれてよかった。似てない、似てるとも思わない。